ゲラ、代打でも使える。ゲラは代打でも使えるな。いやいやロングリリーフですよ。代打からのロングリリーフもあるかも。実際代打からマウンド行けるもんなんやろか、逆はまあ行ける思うんやけど。ホームラン以外無理やろ。使えないよ、代打でそのまま投手っていう人いたけど、打ってランナー出たらそのまま投げれないやろ。外国人選手で例といえば、日本で初めて例をつけたジョーンズ。ノイジーとゲラの三遊間守備やみたい。取ってからはエグそうやね。ゲラのショート守備の YouTube 見たけどめっちゃすごかったよ。外国人の内野守備は、クシータイムの影響で信用できない。